月刊三橋会員の皆様のご支援によりお送りしておりますキャスターは私、光家の音三橋貴昭です三橋 TV は三橋貴昭のブログ新世紀のビッグブラザーへのエントリーを取り上げ視聴者の皆様に経済を学んでいただくという趣旨となっております、うん、皆様ぜひともチャンネル登録をお願いいたしますはい、えー、この動画のまあ配信日は4月8日なんですけれども収録は3月31日でまだ4月に入っておりませんけれども なんか刻一刻と状況が変わっていくので、はい、なかなか時事ネタはやりにくいんですけども、はい、つまりこれが配信されているあの状況ではですねすでにもしかしたら東京がロックダウン、まあ、いわゆる都市封鎖になっている可能性もあるなという状況なんですけどもね。ということではちょっとあの汎用的な話、まあ、ちょっと全体の話をしてみたいと思うんですけどコウケさん、はい、大丈夫ですか4月とか5月乗り切れますか ななかなか厳しいいですよねはい、ただまあ実際4月から、まあ、3月から始まってますが4月からその所得が減ったではなくて所得がなくなっちゃったっていう人たちがですね激増していくことになりますで失業率も上昇してでそのまさに生活が成り立たなくなっていく人たちが増えていく企業倒産廃業も激増するでしょうとだって飲食店とかやってられないでしょうね。 いう状況になってしまっておりますのでこれ早急に手を打ってほしいしもしかしたらこの動画が配信されてることころはちょっと好転してるかもしれないんですけどもね、はい、まだちょっとわからないんですがちょっと全体の話をしたいんですけど、はい、あの今回のそのまあ、新型コロナウイルス武漢発症の新型コロナウイルスまん延、まあ、パンデミックによるそのまあダメージってこれ2種類あるのに気がつきましたもう気がついてると思いう 2> 2今あると思いますけど命のあれと？うん 経経済的なあの、ね、経済的的ななな方もいの問題なんですよ、うんはい、つまりまあでもおっしゃる通りで感染症による死っていうリスクと経済的な理由による死っていうリスクをこう2つ抱えちゃっておりましてですね、うん、これは前回の1929年に始まった大恐慌の時はなかった。 あれ疫病入ってたわけじゃないんで、はい、あれはある意味純然たるというか、まあ、普通の経済現象でバブルが崩壊してデフレ化して超デフレ化して世界に伝播したって話だったんだけど今回ちょっと疫病感染症っていうですね要素が入ってきてるんですよ。はい だからこれ今までと同じように考えちゃいけないということでちょっと今日のテーマなんですけども、ねまあ、その前に、えー、三橋経済塾今の,ところ今のところ4月18日に仙台で第4回講義が開催されるようになっております、はい、一般の方もご参加可能なんですけども、まあ、お分かりでしょうけどこれちょっとどうなるか分かりませんので、まあ、お申し込みいただいてでもしかしたら開催延期とかになってしまった時はちょっときはご容赦いただきたいと思いますでゲスト講師は室伏健一先生ですさああこれ、はい、あの 今回の、ね、新型コロナウイルスの問題が厳しいのは、はい、感染症による死者数と経済的理由による死者数がこれトレードオフになっちゃうんですトレードオフというのは片方が良くなったら片方が悪くなる、うん、片方が反対側が良くなったら反対側が悪くなるとあれがそうなんですよね失業率とインフレ率で、はい、失業率が上がっている時は、えー、インフレ率が下がってるんですね、うん、いやデフレってことですね。はい 逆にインフレ率が高まった時っていうのは今度は失業率が下がると人間の理想的には失業率もインフレ率も低い方がいいじゃないですかそれはなかなか起きませんよっていうことでその利用者がトレードオフになっているっていう図がフィリップス曲線っていうのでこれ使ったことあるんですけどねまあ覚えてないと思いますけどそんななんか元気に答えられるとちょってショックなんだけど微妙に <laughs> まあいいですけども <laughs> まあフィリップス曲線っていうのがあるんで,でそ,れまあそれと同じ考え方で私がこの曲線を考案いたしました。曲線 もうこの文字の時点で驚々しいじゃないですか。うん、でも他にちょっと表現のしようがなかったから、疫病強行曲線と呼びます。縦軸に感染症による死者数を置いて、横軸に経済的理由による死者数を置きますと、こういう曲線になっちゃうんですよね。まあ、これ曲線だけど、まあ、こういう曲線ですっていうふうに理解してください。うん、疫病強行曲線。はいはい、つまり、えー、我々がですよ、国民とかまあ、人々が 経済的な理由による死を恐れると左上に上がっていっちゃうんですよ。はい、ということは感染症による死者が増えちゃうんですね、うん、逆に感染症による死者を減らそうってことでじゃあ自粛ですってことで経済活動をやめてきましたってなるとこっち降りていっちゃうからこれ。はいはい、じゃあどうしたらいいんでしょうかという話なんですが基本的にこの曲線上に我々がいると考えてください。はい、で あの我々は自分たちの判断とかでこっち上がったりこっち下がったりするんだけどどっちみち死者数が増えるんですよね理由が違うっていうだけであってじゃあ政府はどうううししたらいいいんんででょうかっていう問題なんです、うん、こういう問いを日本だけじゃないですよ、はい、あの世界中が突きつけられてます例えばスペインとかイタリアはすごいですね生産活動自粛ですって、まあ、禁止ね自粛って言うよりあっちは。 働いいいちゃいけないんですよもちろんあれですよあの医療関係者とか小売店とか物流とか、うん、あるいは薬局とか、はい、あるいはインフラ関係とかはいいんだけどそうじゃない方々っていうのは基本的にあの自粛あの外出禁止じゃなくて生産活動禁止なんです。働くなと。ちゃんと所得補填できるのかなっていうのはちょっと分かんないんだけど、まあ、これから見ていかなくちゃいけないんですがでもそうなるとですね当然ながらこの要は人々が。 あの動き回らなくなるからブワーっとこう右下に残っていくんですよ。はい、だから感染症による死者は減らせると思いますが、経済的にによる死者数が増えちゃうんですよね。うん、というような感じでこの上を行ったり来たりしてるっていう状況で政府がまともに手を打たない限り我々はこの戦場から逃れることができません。はい。政府が手を打つとどんな曲線でかむんですかですよね。はい。まずこうです。政府が 経済的理由による死者数っていうのをこれ抑制するのは簡単なんですよさっきのスペインやイタリアの話で言えば所得保障しないんですよねはい、はい、そういうような大規模な所得保障であったりあるいは給付金の配布日本だと消費税廃止まあそういうことをやることによってですねこの傾きをこう変えることができるんですよこれ疫病曲線疫病強行曲線 B に移るんです我々が、うん、そうすると 経済的に理由による死者っていうのが減る可能性が高まるんです。はい。そうするとですよ。そうすると我々はあ、なんだ所得を政府が保証してくれるんだと。うん、だったらはじゃあってことでそれでまさに文字通りの自粛をしてると思う、はいます。はい。じゃあまあ今は病院病院には行くし、えー、買い物も行くけどまあさすがになんか銀座で遊び狂うのはやめとこうとかですね。うん、<laughs> まあそんな感じになるわけですよ。 そうしたらですね自然にこう右下に降りてきて感染症による死者数も減らせる,減らせるとで経済的な理由にしよる死者は多少増えてるかもしれないんだけどこの時よりは,はるかに少ないわけですよ。という形でこう角度を急激にすることがまず政府には求められているということですね。はですよ、うんはい、で強行っていうのは、まあ、これ次回以降もやってきますけどね GDP が何割も減るという状況だから所得が半分になっちゃう。 コケさん4月再来年なんですよ。来、はい、年なんですよ。はい、何パーセント減りましたじゃ住んでないでしょう多分。そうです。そうですよね。ほぼほぼ。ほぼほぼ、はい、ほぼほぼ。そうなるとねお金使います。うーん悩んじゃいます。悩んじゃいます。いますはい。それでも使うんだ。必需品は買いますけど、まあししね。しょうがないんですけど特に飲食とかエンターテインメントとか、うん、映画とかまあさまざまなその。 まあ最低限必要なもの、まあ、要は食料品とかあの薬です簡単に言うと、はい、食料品と薬以外のものを買いますかと、うん、あるいは外,外,外に出かけて観光とか楽しみますかっったらやらないですよ。うん そううするとと別の人のの人所得が落ちちててくるっっことになっちゃうのでだからそ,のそういう方々の所得を全部保障する小池さんも,もちろんそうだけど全員日本国民全員の所得を保障するってやると傾きがこうなることによってそれでみんなが本当に、えー、心の底から自粛、うん、あ自粛ってあのなんか自粛要請って変でしょ言葉的に確かに <laughs> <laughs> 自粛って自らやるんじゃないのと <laughs> しちゃう自らやってそうだから自粛強制じゃねえかあれと。うん いうことなのでそういうんじゃなくてちゃんと本当に自粛するから感染症による死者も減らされるという状況が起こりえるんですよ。うんはい、でこれだけでは終わらなくてこの次に何やるべきか、はい、今度はこの傾きを戻す必要があります。うん、つまり感染症による死者っていうのを減らすために医療サービスの供給能力の強化をするんです。はいはい だから例えばまあベッド増やしましょうとか今回の話でいうと人工呼吸器を増やしましょうとかあるいはワクチンを早く作りましょうとかですねそういうあるいはお医者さんですねお医者さんとか感染症の専門家とか看護師を増やしましょうっていうような医療サービスの供給能力を強化することによって この感染症によるる死者数を減らせだからあのイタリアとかスペインとか、まあ、中国ちょっとよく分かんないけど情報出てこないからアメリカもそうなんですけど明らかにこの感染症という需要に対して医療サービスの供給能力が足りなすぎるんですよ、うん、足りないじゃない足りなすぎる、はい、結果的にですねその、まあ、いわゆる医療崩壊っていうことになっているのでそれを防ぐためにはその医療サービスの強化をすることでクッともう一回傾きを戻すことができるわけですね。うん そうするとあの全体の死者数が感染症による死者も減るし経済的な理由にもよる死者も減るということができるんですがこれね順番はね、こうじゃないといけないいいとけんですあ。例えばほら最初にこの状況から感染症による死者をとりあえず減らそうってことで医療サービスの強化ができると思います。これはね2つの意味でできません。なぜかというと、う まずまあ日本が典型ですけどまず医療サービスの供給能力の強化は簡単にいかないですよ。だってマスク取ったって2月21日に菅官房長官があの3月には一月6億枚のマスクを生産しますでてらめだったんだけど。でで企業がですねその、まあ そのもしかしたら本気になってじゃあ3月やろうじゃないかってなんかもしれないけどじゃあ4月以降どうなのと、うん、そういうことを考えたら設備投資しないから多少助成金が出たから、まあ、シャープをはじめいろんな企業がマスクの生産を始めましたけど、はい、追加的に生産されるのが5000万枚だけなんですよねで6億枚でも足りませんからねちなみに <laughs> ということで嘘だったじゃねえかという話なんですけど、まあ、そういうい勇ましいこと安倍政権言うんだけど菅官房長官含めてやらないんですよねなぜかなぜか。なぜか これはだから医療サービスの供給能力にはまず時間がかかりますよってことに加えてもう一つ問題があるんだけど、まあ、医療サービスの強化ねだって人工呼吸器を10倍にしろ20倍にしろできますかねそんなこと23か月,3ヶ月4か月とか5か月の半年とかかかればできるかもしれないんだけど12か月じゃ無理じゃないですか、はい、でもこの財政拡大をしますっていうその経済的に理由による支出を減らそう所得保障しましょうあらり保障しましょうっていうのは 政治家の意思でできるんです。はいうん、ということで先こっちなんだけどもう一個先にこっちできない理由っていうのは医療サービスの供給能力が時間かかることに加えて、はい、だってそもそも緊縮財政なんだもん緊縮、はい、<laughs> 財政の政府がどうやって医療サービスの供給能力の強化するんですかと。マスク一つ取ったってもうほんもうなんか情けないような助成金出すからそれでお願いしたいんですよ企業に。うん、こんだけ出すから設備投資して工場で生産してくださいと。でああのまあ 日本の企業の経営者はいい人が多いから分かりました国民のためってことで受けてくれたんですけど、うん、でもマスクでその程度でしょこれ病,病院のベッド増やしましょうとか、はい、病院そのもの増やしましょうとかでお医者さんなんて何年かかるんですか増やすのに、うんうん、看護師さんもそうですけど感染症の専門家はもっとかかるでしょうということなので無理なんですよねあのこの傾きをこうするのは、はい、だからまずこうやってそれでこうしましょう、うん、と。 いう順番にならざるを得ないということなんですよ。これは別にあれですよ。日本だけの話じゃなくて世界中がそうなんですよ。うん、はい。だからこれ面白いでしょこの曲線。なんかなんか教科書載ってくんないかなこれ。<laughs> <laughs> こんな状況になるとは思わなかった。本当に。今までこっちのね経済的な理由による死者数ばっかり考えてたんですけど、はい、ちょ感染症疫病っていうこうリスクがあですね襲いかかってきた。うん、だからこれは厳しい状況で、要は死者をゼロにすることはできないってことなんです。うん、残念なことに。 だったら政府はせめて減らすっていうことでまず経済的な理由による死者を減らしてで感染症による死者を減らすっていう形でこっちにゲーって動いていくと最終的にこの辺になったらなるかもしれないですよね、うん、やる気を出せば、はい、ただまあ医療サービスの供給能力は時間かかるから、うん、ということなんですが、はい、最初の一歩も踏み出せないこの傾きのこれもやらないんですよ緊縮財政だから。とははいいえ,え、まあ、これはまあブログでございますが 病えー、曲線上の選択運営と税勢力という3月31日の,1日のブログで書きましたけど、えー、自民党のです、ね、安藤洋衆議院議員がまあ代表を務めております日本の未来を考える勉強会と自民党の日本の国益と尊厳を守る会、はい、守る会というんですけど、まあ、青山茂春参議院議員がえ代表を務めている会が両方とも減税を主張しているんです消費税について。はい それが昨日あ昨日というのはあのこれを撮ってる昨日だから三月三十日の十時に記者会見した。はい。減税勢力ということでえ見ました？見ました。見ました。したはい。<laughs> だんだんマニアックになってきますね。<え><民>え本当ですか？<laughs> それでも仕事がなくなっちゃって家でやることがないとかあるんですか、ね。どっちもあります、ね。どっ,どっちもありますね。はいということで一応自民党の減税勢力が結集してこれあれだよ新党新党立ち上げとかじゃないからね。うん、はい。それでまあ結集してで官邸安倍安倍内閣であったりあと自民党の上層部。 要は財務省に逆らえないで、緊縮財政の縛りから逃れられない連中に、減税しろと、国民が死ぬぞと、うん、いう、あるいはその所得補填しろとか、あらりー補償しろっていうのを今やってるんですけどね、うん、なんか、まああのまあ、この方々、あれですからね、なんでしょう、自民党のガス抜きとかじゃなくて、本当に安藤さんも、あやまさんも、あまあ、それをお二人だけじゃなくて、みんな、本当詰め寄って、上層部に、自民党の上層部に詰め寄って、 これ絶対だめだからっていうことで、うん、あの例えば誰と誰があって何を言ったかも大体分かってるんだけど言いませんけどかなり上の方ですね党とあの内閣の上の方にですね詰め寄ってとにかく減税しなくちゃいけないとか定額給付金やんなくちゃいけないとか定額給付金っていうかまあ現金配布でも何でもいいんですけどやんなくちゃいけないってやってるんですけどなな、うんうん、なんんんででですすよいややっぱ財政規律は重要だからとか何にすると思ったんじゃんこれ <laughs> と藤井さんみたいになっちゃった。<laughs> こんな状況なんですよ。でもこれが放映されている3月あ4月8日の時点では状況変わってるかもしれないんだけど、はい、あの3月31日時点ではこんな感じです。困りましたね。はい。でねなんかねくだらないんですよ。その向こう側の反論に、ね、トリックが例えばね、まあこれは財務省があのアイディア出してるんだけど、消費税減税っていうのは最高の財政政策です。今の日本にとっては。何しろ貧困の方であっても。 影響あの非常に例えば年収200万円の人であれば大体全部、ね、あの商品使っちゃうだろうから、うん、ダイレクトにそこが減税になるので所得がポーンと1か月分増えるようなもんですよ。うん、年金受給者も同じですよ。あるいは、えー、子どもお小遣いもらってるお子どもも影響を受けるんですよ。 ええ、毎月月に五千円か、月に五千円、お給料あ給,給料じゃないおお、お小遣いもらっていたとしたら。大い五千五百なる円のなるのと同じですよね。うん、物価下がるわけだから、ジッパー分、ジッ、はい、パー分にだけ、実際九点何パーセントなんだけど。下がると、うん、さらに。ネットカフェ難民の方々。はい。ネットカフェって泊まったことあります?。ないです。ないですか?え。あます,さすがお嬢様。<や>あるあるんですか?。先生私あ、だからね、<laughs> 出張してて。電車がなくなって帰れなくなった時に、一回だけ止まったことある。<ー>はい。 とたたも5時間ぐらいいただけなんだけどでこネットカフェにら事実上暮らしてるような本当の意味での,の住所さえない貧困層の方いるじゃないですかで私ねあれですよ現金配るとかって全然反対しませんよ、うん、あれ現金配るのめんどくさいだろうからだってか銀行書き留めあ現金書き留めにしなくちゃいけないから小切手配りゃいいんですよそれこそ政府小切手で 2>,、はい、2週間でできますよ多分そんなの、うん、でもそれってネットカフェ難民の方々に届かないですよ そういう方々を救う意味でも消費税減税というのが非常に重要でしょう、うん、ということなんですがなんと財務省が消費税減税に対する反対のレトリックを最近言って,あの言ってきて、まあ、財,務省経由で財務省から政治家経由で言ってきてるんだけどびっくりしましまたねなぜなら高所得者の方が消費をいっぱいするからだと。 すごいですよだから消費成功の話を無視しとるわけですよ、うん、で確かにね確かに高所得者っていうのは例えばまあ年収1億円の人は1000万ぐらい消費するんじゃないですかそこが減税になると、まあ、100万円ぐらい、えー、まあ所得が戻ってくるような感じになるじゃないですか、うん、それはまあ年収200万円の人が20万円戻ってくるのと比べると高所得者の方が戻る額は多いでしょ確かにでも所得全体から比べたら低所得者の方が圧倒的に割合的に多いでしょうと。うん こういう子供騙しのねあとはその給付金についてもこぎって配りすむ話なのに、はい、あの安倍総理大臣がサインして1億2,000万枚サインしろなして <laughs> サインする必要ないのに印刷人ですからね、はい、ところが商品券とか、はい、あるいは現金給付するにしても申請をしたら配りますとかあるいは貧困層に絞りますとかやってんだけどこれ何でか分かります 同じ額の現金給付をすると決めた場合であっても単に現金支援とか小切手でバーって配っちゃうよりも、はい、いろんなその手続きね、ねまず市役所の窓口に来てくださいと、はい、そこで申請してそれでしかもあの使える対象が絞られてますよと例えば日用品とか食料品とかあるいは医薬に限りますよとかあるいは期限付きですよってやるとものすごい、ね、絞られるんですよ、財政支出が。うんめんどくさいいすよ結構いろんな人は だから財務省はそういう形で絞ろうとで。でも絞っちゃい,いけなくなるんですよね。ね、うん、とにかく財政支出を絞ることって前提になってるから果たしてだからこのねさっきのこれで言うえ適切なこのこれですよね、はい、この傾きの急激に傾きを急激にすることが本当にできるのかなと。うん、できなかった場合は ちょしゃれにならないことになるんだけどこれね多分コウさんが思ってる以上に多分しゃれにならないです、うん、これね国民が死ぬっていう問題もありますよはい、はい、それ以上にあそ,う、まあ、それと同じぐらいですねそれ以上に言ったら失礼ですね亡くなる方に失礼なんだけどそれと同じぐらいですね大変な問題をこの疫病強行曲線は引き起こすことになるんですよ同じぐらいう,そう これは何なのかっていうのをちょっと次週お話ししたいと思います。<music>